私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャ丸と暮らしている平凡な兼業主婦だよ。私の住んでいる町は住宅街な感じのところなんだけど、近くの町には温泉街もあるんだよね。結構評判もいいんだよ。なんだけど、以前近くに住んでいたママさんがその温泉に行きたいからうちに泊めてほしいって言い出したんだよ。みずきさん、こんにちは。お久しぶりです。あれ、若菜さん、お久しぶり。若菜さんが引っ越して行ってからもう半年くらいになるかな。どう、旦那さんの実家で同居なんだよね。新しい生活には慣れた？もうバッチリですよ。義母がね、本当に優しいんです。私、家事とか料理とか本当にダメだし、やりたくないし、でも義母は家事料理すごい上手なんです。へえ、そうなんだ。若菜さん苦手だったんだね。で、今度みんなでそっちに行こうと思って。そうなの？ほら、修羅山温泉に旅行に行こうと思ってるんです。あそこ最近ネットでも評判なんですよ。そうなんだね、楽しんできてね。ってことなんで、水木さんの家貸してください。うちよ、無理だけど。私ら夫婦と子供一人、あとは義母だけなんで。いや、だから無理だけど。ホテル代わりに貸せってことだよね、それって。もうそんな言い方しないでくださいよ。別によくないですか、そのくらい。だって家なんだからタダで借りられるじゃないですか。はあ、若菜さん何言ってるの。え、家ですよ。もしかしてお金取るんですか。非常識。私そこに住んでた時、水木さんと仲良くしてたでしょ。引っ越したら私のことないがしろにするんですか。いやいや、若菜さん落ち着いてよ。いきなりそんなこと言われても無理。でも義両親とかご両親もよく泊まりに来てるでしょ。なのになんで私たちはダメなんですか。それっておかしい。親と知人を一緒にしないでよ。ひどい。知人だって、私と水木さんは親友じゃないの。いや、どう考えても親友ってわけではないでしょう。そんなの困ります。今度の金曜日に絶対に行きますから。うちの義母もなんて冷たい人なんだろうって言ってますよ。別に何言われてもどうでもいいよ。ひどい。あのね、確かに若菜さんとは仲良くさせてもらったよ。でもね、いきなり泊まるなんて言われても困るの。なんでですか。いきなり家族で行くから泊めてって非常識でしょう。しかもお姑さんも一緒なんだよね。そうですけど。で、お姑さんもうちに泊まろうとしていると。はい。はっきり言って、若菜さんのお姑さんはかなり非常識だと思うよ。若菜さんたちだけだったらまだわかるけど、全く関わりのないお姑さんを家にあげるのは嫌だし、だいたい息子夫婦と一緒に旅行するって立場の人が息子夫婦の元ご近所の家に一緒に泊まるってさ、どう考えてもおかしいでしょ。すごいな、水木さん性格悪いんですね。けど私は諦めませんからね。徹夜で考えた旅行計画なんですから。お母さんはすごくいい人なんです。神様ですね。水木さんも会えば絶対にわかりますから。頑張って私、お母さんの良さを伝えます。いいでしょね、いいでしょ。若菜さんとお子さんだけだよ、うちに泊められるのは。他はダメだからね、わかった。はあ、なんでそんなこと言うんですか、ひどい。いいです、もうとりあえずまた連絡しますからね。若菜さんは旦那さんとお子さんの3人暮らしだったんだ。近くに住んでいて、ご近所さんとしてそれなりに良好な関係だったんだよ。でもお姑さんが亡くなって、それでお姑さんと同居することに。他県の義実家へと引っ越していったんだ。さて、いろいろ準備しておこうかな。若菜の旅行当日。ちょっと、なんでピンポン鳴らしてるのに出ないの。あなた、年長者に対する礼儀ってものがなってないわね。あたくちがあなたもしつけてあげます。早く出てこい。どちら様ですか。警察呼びますよ。まあ、警察だなんて下品な人。さすがあの嫁の知り合いだけあるわ。どうせあなたも汚い顔してるんでしょうね。警察呼びますね。待ちなさい。私は若菜の義母です。あなたの ID は若菜のスマホから取りました。お嫁さんのスマホを勝手に見てるんですか。はあ、あなたやっぱり頭が悪いし下品な女だこと。
うちの息子ちゃんが稼いだお金で買ったスマホなのよ。母親である私が見て何が悪いというの？あの不出来な嫁とうちの息子ちゃんじゃ能力が違うんですからね。で、うちの嫁はどこ？まったく使えない嫁だこと。何なんですかあなた。せっかくこの町に旅行のため戻ってきたんだから早く家に泊めなさい。私は10億の資産を持つ女なのよ。分かったらとっとと開けろ。警察に通報完了。え？あなた本当に下品な人間ですね。品性って言葉知ってます？我が家のチャイムに10円玉で傷つけてるでしょ。10億の資産が聞いて呆れますね。何よこの卑怯者。私を見てるの？出てこい。あ、門扉も蹴ってるし、うちにゴミ入れてるし、本当にひどい。我が家は監視カメラつけてるんで全部録画してますよ。なんてことするの。訴えてやる。謝罪と賠償しなさいよ。で、うちの下品はどこに行ったの？あの頭の悪い孫もどきも後継ぎになれない女を産んで役立たず、二人でトイレに行くって走ってどこかに行ったのよ。あいつには一切の金を持たせてないんだから、どうせあなたの家に逃げ込んだんでしょ。あ、警察来た。よかったですね。今日は留置所で泊まれるんじゃないですか。逃げても無駄ですよ。この家の周り私の知り合いが囲んでるんで。は？いや、先に逃げてきた若菜さんからちょっと話を聞いてたんだけど、本当に悪魔みたいなお姑さんだね。若菜さんは駅に着いた時点でお子さんと逃走、我が家まで走って逃げてきたんだよね。お姑さんがうちに来た時にはすでに我が家で隠れていたんだよ。若菜さん、ひどい嫁いびりをされて私に助けを求めたってこと。さて、お姑さんはパトカーの音を聞いて逃げようとしたんだけど、そこを私がお願いしていた知り合いたちが集結、肉壁を作って逃がさないようにしたんだ。レスリング全国大会で優勝した経験を持つ姉と、海外の傭兵部隊に所属していた姉旦那、そんな姉を育てた敏腕トレーナー、がたいのいいオカマバーのママと、お店の女の子たちなどなど、そりゃ高齢女性じゃ突破できない壁だわな。お姑さんは来た警察にも暴言を吐き、バッグをぶん投げていたよ。息子さん、若菜さんの旦那さんはオロオロするだけ。なんだかね、こんな人じゃなかったんだけどな。1ヶ月後。水木さん、こんばんは。無事に離婚が成立しました。若菜さん、こんばんは。離婚おめでとう。本当によかったね。あの時は本当に迷惑をかけてしまって申し訳ありませんでした。離婚のために動いている間もたくさん支えてくださって、本当に本当に感謝しています。いやいや、だってあのままじゃ義実家から逃げられなかったでしょ。はい、同居するまでというか義父が亡くなるまでは良かったんです。義母は義父にべったりでしたから。でも今度は元夫にべったりになって私をひどく罵るようになって、元夫には何度も抗議したんですけど、君には我慢が足りないと。大好きなママがボクタンを独占しようとしてる。嫁なんだから全て我慢しろよってところだったのかな。その通りです。いつも父親ばかり見ていた母親が今度は自分のことを見てくれるようになってはっちゃけたんでしょうね。なるほどね。本当に巻き込んでしまって申し訳ありませんでした。元夫が水木さんの家に泊まればタダだと言い出した時に、迷惑をかけることよりも何よりも助けてほしいという気持ちが先に出て。いいんだよ。え？若菜さん限界だったんでしょ。仕事して家事もして毎日いびられて、そんな中よく逃げ出そうと頑張ったよ。水木さん、ありがとうございます。本当にありがとうございました。時々親相手にはっちゃけちゃう人っているんだよね。若菜さんの元旦那さんももともと親から放置されてたみたい。だからこそ今度は僕たんの番だとはっちゃけちゃったんだろうな。元旦那さん側が有責で離婚が決定して本当によかったよ。紹介した弁護士さんがかなり頑張ってくれたんだって。今若菜さんとお子さんは隣県のシェルターで生活中。でも仕事も見つかってアパートも契約できたからと、そちらに引っ越す予定だってさ。いや、よかったよかった。
常識人の若菜さんが変な LINE を送ってきたからおかしいと思ったんだよね。助けてお願いの縦読みで状況に気づけてよかった。ちなみにあの時暴れた元お姑さんは逮捕されたよ。ざまあ当然うちの門扉チャイムを傷つけた分はがっつり支払わせたよ。1ヶ月後、こうなったのは全てあなたが通報したせい。今の旦那とは離婚してうちの息子ちゃんと再婚しろ。はあ、おばあちゃんボケてるの？こんな遅い時間に連絡してこないでくださる？まあ、あなたのせいで私たちは大変なのよ。嫁に逃げられたって近所の笑い者になってるの。息子ちゃんは仕事を辞めたから収入だってないし、私たちは家事もできないの。家中ぐちゃぐちゃよ。え、無能なんですか？は？いや無能すぎるでしょ。大人が二人いて生活できないの？家事もできないわけないわ。あなたね、警察官相手に大立ち回りするような体力があるんだから、あなただってまだまだ働けるんじゃないですか？てか10億の資産はどこ行った？いやそれはほら使ったというか。最初から10億なんてないでしょ、ほら吹きおばあちゃん。老人ホームにでも入ったら大変だよ。嘘つきはみんなに嫌われちゃうからね。私が老人ホームですって？私はねずっと息子ちゃんと暮らすんだから。その息子ちゃんがご自分の介護をできると本当に思ってるんですか？仕事辞めて暇なくせにろくに家事もできないような人間が介護？介護なめんじゃないよ。だってうちの息子ちゃんは、あんたらと若菜さんじゃ能力が違うんだよ。残念だったね。その後同居が始まってすぐに若菜さんは仕事を見つけて正社員に。その一方元旦那さんはもっと大好きなママとの時間を増やすため仕事を辞めていたんだよね。それでいて家事も料理も何もせずに二人で若菜さんをいびっていたんだよ。そんな生産性のない二人が残った結果、家の中はぐちゃぐちゃ。元お姑さんは同居前は家事をやっていたらしいんだけど、若菜さんが来てからは一切何もしなかったんだって。もうやり方も忘れちゃったのかな。パーだね。二人は嫁いびりをした鬼マザコン親子として地域では評判に。結構な田舎らしいから生きていくのは辛いだろうな。田舎はいいところもあるけどどぎついところもあるからね。後者らしいし、あとはご近所さんたちが勝手に制裁するでしょう。若菜さんは看護助手の仕事が順調で看護師を目指して勉強中。お子さんもとってもいい子で今は二人幸せに暮らしているよ。さて私も若菜さんを見習って勉強でもするか。漬物会社の社員だからね。食べ物の勉強を。やだ美味しそう。あ、にゃにゃまるがじーっと見てくる。わかったよ、もうちゃんと勉強するってば。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。